じゃあこれ。お、いきなりタッグカード、同じ名前ですからね。そう、タク、タクミとタクマ。ちょうどいきなり真面目な話なんだけど、いいですか。はい、まあ、アルバルクからまあ移籍をしてきて、はい、でアルバルクの時もそのまあ絶対みんなそうだと思うけど、自分に絶対自信があるけども、はい、なかなかこうプレイタイムが伸びず、はい、まあ、いろんな思いを経験して、はい、でまあ、それを多分今生かしてると思うんですけど、はい、まあ、両チームでの環境とかまあ経験をしてこう得たものというか、生かされてるものとかありますか。はいはいはい、なんか、まあ、やっぱり、まあ、大学の頃だったりとか4年生の時とかこう代表の方に招集してもらって、うん、まあ、自分自身ピックアンドロールのプレーだったりとかに自信がある方だったんですけど、うん、実際にこう、まあ、プロに入ってあのアルバルクというチームでプレーして、ルカヘッドコーチだったり、まあ、同じチームの先輩だったり、うん、っていうのを実際に見てて、自分はやっぱりまだまだなんだなっていうのを改めて感じて、まあ、2シーズン、まあ、特別指定入れて2シーズンなんですけど、ポイントガードにすごく厳しいコーチだったので、うん、あのそういった部分で、試合の作り方だったりっていうのをこう、うん、まあ、アルバルクの中でですけど、そこでしっかり学べて、うん、やっぱりそれをこうコートに返したいってなった時になかなかプレータイムが得れなかったので、うん、そういった時にこう、まあ、シガレクスターズにレンタル移籍してきたんですけど、うん、ショーン・デニスヘッドコーチと、うん、ルカ・パルチビッチヘッドコーチ、なんか性格はこう似てる部分があったりするんですけど、うん、結構逆のスタイルというか、うん、結構ルカヘッドコーチはあの自分のシステムだったりをこうやるタイプなんですけど、どちらかというとショーンヘッドコーチはあの結構ポイントガードに任せるというか、うん、なので試合をしている中で、もちろん練習の中でもそうなんですけど、もしあのチームメイトがあまり良くない雰囲気だったりとかってなった時に、ポイントガードがしっかり言ったりだとか、ことあるごとにしっかりハドルを組んで、ポイントガードがしっかり喋るようにって言われてたので、まあ、移籍してすぐ夏だったりシーズン序盤っていうのは、それがまあなかなか行動に起こせてないというか、そういった中でまあここのチーム あのポイントガードの伊藤大志さんだったり、カリマター選手だったり、非常に参考になるあのお二人がいたっていうのもあって、自分から結構どんどん話せるようになって、うん、そういった意味では滋賀の中ではどうゲームを組むべきなのかとか、うん、そういう部分で結構ポイントガードとしては成長しつつあるのかなっていうふうには感じてはいますね、うん。まあ、アルバルクの場合は、まあ、安藤選手もいて、はい、まあ、小島選手もいて、で、まあ、ある程度こう先輩が流れを作った中で出たりするタイミングが多くて、で、ね、はい、で今の場合はでも最初から出て、はい、まあ、本当勝たせなきゃいけないっていうポジションだと思うんですけど、はい、やりがいと充実感っていうのは全く違います。まあ、そうですね、やりがいはすごく感じることもありますし、それと同時に責任感すごく大きくなってるので、うん、もちろんやっぱりメインのポイントガードでこう出させてもらってて、まあ、今言った先輩の選手たちよりもプレータイムは長くもらってるので、うん、そういった中で自分のせいでというか、うん、負けるというか、そういう責任の部分も感じますし、うん、それと逆に自分のコントロールできた試合とかっていうのを感じることができると結構嬉しく感じますね、うんうん。なんか見てると自由さっていうか、その、はいはいはい、自分のもともと持ってるこう発想のままプレーしてるなっていうイメージは、はい、まあ、アルバルクの時よりも感じてるから、はい、まあ、でも多分それがもともとあったもので、はい、まあ、そのやっぱりその指導者の違い、雰囲気の違いで、はい、まあ、なかなかそのアルバルクの時は出せなかったものが今出ているようなとこもあるから、はいはい、そこはちょっと僕の一押しガードとしては、はい、もう代表まで行ってほしいぐらいの期待があるので、そうですね、はい、頑張りたいですね、はいはい、というところで次のワードに、はい、はい。